金沢大学3年の福田俊と言います、はいはい、戻ってんだこれ、はい、はい、撮らせていただいてます、はいはい、今日はすごい、なんですかね、死ぬほどインタビューした中で、今までインタビューした中で一番緊張してるんですけど、でも一番低いだろ、ありがとうございますということで、今 DMM の、DM.com のオフィスに、お邪魔しております。で、こちらに目の前にいらっしゃるのが亀山会長っていう、はい、一番偉い方で、僕は死ぬほど緊張してるんですけども、今日は少しだけお話をしていただけるということで、お時間を作っていただいてありがとうございます、はい、一番偉い亀山です本当にありがとうございますアポなしでフラッと来た若者に対してこうやってお時間をいただくっていうのは結構あるんです。あ、まあ、たまたま今暇だったからね。すごい運が良かったっていう。またそういうこと。ありがとうございます。はい、で僕今、はい、金沢大学に通いながら、はい、今 YouTube をやっていて、はい、就活生向けに動画コンテンツを発信してるんですけど、はい、各企業に行って社長さんであったりとか、その人事の方にお話を伺って、どういう人が欲しいのかとか、そのどういう会社なのかっていうのを、企業 その生の部分を動画で伝えていけたらなと思って今活動しています。はい、いらっしゃい、ありがとうございます。亀山さんは、うん、石垣にはほぼあんまりもう行くことはないんですか？まあまあ2ヶ月に1回もあ、2ヶ月に1回も行くんですね、うんうん、これはうん、はい、実家とか、あ、まあ実家あるし、おふくろいるし、ね、あ、そうなんですね、あと会社あるし、あ、そうですね体の人は金沢、金沢近代の人も来てもらっていいから、あ、そうなんですね、体はしてるね。亀山さんが一緒に働きたい人ってどういう人ですか？一緒に働きたい人で、はい、どうかな、稼いでくれる人、稼いでくれる人その数字とかっていうのはそのシビアにっていうのはもちろんなんですけど、うん、人間的にはどういう人が、人間的にはまあやっぱいいやつがいいよね、うんうん、まあ、金を盗まないで、はい、真面目に、はい、うん、なんかいい、なんかまあ要はね、優しいやつがいいね。ああ、なるほど、うん、で、その能力があるというか、稼いでくれるっていうのは、まあ、能力は、まあ、その、まあ、いいやつの上の能力があると最高だね。ああ、なるほど、うん、じゃあ、DMM さん その新卒採用とかも、まず人柄で見るみたいな感じなんですか？まあ、どうなのかな、最近俺もね、はい、新卒全部見てないから、はい、うんうん、まあ適当になんかやってるじゃない？そうなんですね、必要なんかあったから、うん、とりあえずは、まあ、そうだね、真面目そうなやつにはしてるんじゃない。あ、そうなんですね、うん、昔うちも、俺も石川県でいた頃は、まあ、飲食店、バーとか、はい、ビデオレンタルやってたから、はい、うん、その時は商品盗んだりとかそういうやつがいっぱいいたから、みんな盗むなよって言うとか盗まないですよ絶対っていう、ね、だから最近の来るやつもみんな真面目なやつが多いから、はい、もうなんかそれだけも幸せで、あ、そうなんですね、それだけ十分だ、うん、それだけ守れば一般も、うん、今後なんか何でもいいんですけど、ちっちゃいことでもいいんですけど、やってみたいこととかやってほしいことってありますか？やってみたいこと、うん、どうかな、まあ宇宙から行ってみたいけど、ああ月とかですかねいや、まあでも今は、昔はそう思ったけど最近はそうでもなくて、はい、今はなんかそういう、まあなんかちょっと校長先生でもなりたい、ああ、学校を作ってっていう、稼いだのはそっちいろいろ使ってみようかなと思って。ああ、なるほど、いや学校はすごい多分夢がありますね、めちゃくちゃ。校長先生の挨拶ですっていうのが、はい、年に1回やると気持ちいいじゃん。気持ちいいですね、めちゃくちゃ年に1回じゃなくてもいいと思うんですけどまあ年に1回やっていいやこういうオフィスでなんか学べたらめちゃくちゃいいなっていう、まあ、六本木ヒルズの最上階ってもうあれじゃないですか、もうトップというか、いや、ここ六本木ヒルズじゃないからね、え、このグランドフォアだ、グランドフォア、お前ちょっと田舎者だから全部コーストビルは六本木ヒルズじゃないなんか思ってんじゃない、六本木に立ってたら、はい、わけないじゃない、お前の六本木ヒルズはそこに見えるわ、あ、これは六本木ヒルズ、この向こうに見えるやつが六本木ヒルズ、あ、そうなんですね、うん、いろんなビルが、ミッドタウンとか、これはグランドタワーっていう、あ、六本木ヒルズって名前ではない、六本木ヒルズはあるんだけど、はい、ここは六本木ヒルズじゃなく別の六本木のコーストビル、あ、そうなんですね、当たり前じゃん、全部が六本木ヒルズだから、勘違いしてましたね、お前それはすごすぎるだ、お前それは田舎者の中で代表的田舎者だろ、そこはお前カットしないでちゃんと残しておいて、わかりました、自分の恥ずかしいところをみんな全部にさらって、わかりました、覚えました、もう間違えないです、多分それはお前みんな笑うと思う、あ、君の、ありがとうございます、いや、褒めてないけど
そうなんですね。この、そのオフィスの入り口とかジャングルみたいになっててびっくりしたんですけど、あ、ちょっと中ね、面白く作ってあるんだけど、はい、あれも作って、まあ、でもこんなとこに行こう、ね、こんなとこで勉強とかしてたらもういい気になっちゃうからダメだよ。あ、もっとまあ 学生もっとも冷房も効いてないとこで暑い暑いって言いながら勉強した方がいいんじゃない。うん、確かに下積みというか近代は結構、いや、めちゃくちゃ古いです。古いよ、はい、ボロボロだ、ボロボロです。あ、そうか。でもその方がなんかちょっと他来たらいい感じに見えるかな。そうですね、本当に今まさにそれです、うんうん、だからそんなんで学校があんまり綺麗すぎたら、はい、その後社会人になって気に入ってボロボロだったら嫌になるだろう。そうですね、だからどっちかとボロボロのところで学んで、はい、ね、綺麗なところに行ったりとか、はい、ボロボロで学んでボロボロのところに行った方がやってくるじゃん、はい、確かに、うん、だから学生時代からあんまりいいところ行かない方がいい。あ、学生時代ボロボロの服着てボロボロの学校で、ね、ボロボロの教科書を作って勉強するのがいい。あ、じゃあ僕今いいかもしれない。うん、そうそう、そこ大事。あ、そうなんですね。確かに綺麗なの言っちゃダメだよ。なんか新規事業っていうのは DMM さんめちゃくちゃ新しくどんどんやってると思うんですけど、うん、新規事業をやりたいっていう若者は、うん、その川宮山さんのもとにたくさん来るんですかね、やっぱり。まあまあいろいろいるよね、それは。こんな風に来てっていう、まあこんな風にこんな風に飛び込みで来るやつはまあめったにないけど、たまにあるけど、まあたまたま来ているからちょっとなったけど。あ、うん、え、そういうのはなんかどういった点を見るんですか。ちゃんともう数字を出せるかっていう観点。まあそうだな、まあまあまずはまあ別にネットの方から申し込んでいろいろできるけど、はい、うん、まあでもそうだね、まあまあまあでも結局はまあでも事業やらせってなると学生でいきなりはまあないよね。あ、うん、そうなんですね。うん、学生でやっても何の実績もないやつ。はい、いや学生の頃から起業とかしてて、はい、会社作って売りに来るやつがいるよ。ああ、なるほど。そういう時は買う時だね。だからもう分かんないけど、大学入って1年生からこう起業してますとか、はい、ってやつもいるわけよ、はい、うん、それやったら自分たちがこうサイト作って何万人いますとか、うんうん、でこれじゃ自分とかお気にできないから買ってくださいって。ああ、なるほど。で、じゃあお前込みで買うよみたいな。なるほど。あるよね、うん、でもそういうやつもやりたいんじゃないから、はい、通常の学生は大体まあ別に勉強ばっかりだろ、はい、うん、で勉強だけしてるやつ実践ができてないから、うん、いきなりこれやりたいですってプレゼンされても、はい、まあいきなりそこにやらせることはもないかな。確かに実績が絶対に必要っていう。実績っていうかさね、まあ少なくとも自分たちでやったとかね、はい、じゃないとなかなかそれは事業立ち上げた経験がないと無理だよね。なるほど、うん、じゃあ僕の勉強だけだ。株式会社ダイアリーが、うん、そうダイアリーが今これで、はい、まあ、まだマネタイズしてないだろ。はい、うん、それで YouTube のこう動画配信で、はい、月10万もらえるぐらいじゃん。はい、それ YouTuber どころじゃん。はい、事業じゃないだろ。はい、うん、まあ、これが今サイト作って、はい、まあ、やってビジネスで何人か雇ってもこういけませんから、はい、社長なんだろ。はい、君がいないと成り立たないビジネスだろ。ジャパネット高田さんの高田さんしかできなかったらダメじゃん。そうですね、高田さんが引退しても、はい、他の人たちがやっていく仕組みがある、うんうん、それになったらビジネスだよ。そうですね、勢いでやってしまっているところがすごくあるので、うん、節度は多分 でもこの仕組みだったらまあそんなやばいことやんないもんね。そうですね。でもよくこれで1万ぐらい見てるんだもんな。そうですね、ほぼ 85% ぐらいが大学就活生見てて、だから大体1万人ぐらいの就活生にリーチできるっていうのが今強みとしてある。確かに面白いなんかは感激動画、はい、じゃないよ。全然1万人以上見るってすごいね。ありがとうございます。僕自身何も取り柄がない大学生だけど、その自分の後天的な努力でそのなんていうんですかね、チャンネルを伸ばしていくっていうストーリーを見せていきたいなと思うので、こういったそのアポなしとかで行かせていただいて、こういったすごい亀山さんとかとお話できるっていうこと自体がもう面白いというか、まあまあでも確かに就活生にとっては参考になるよね、職業ね、はい、とりあえずはじゃあ今は地道に人の集めか。はい、地道に今頑張ってます、うん、で学校も卒業しなきゃいけないのでずっと。はい、いいじゃない、卒業した。そうなんですよ、そういう気持ちに最近なってきて、親に見られたら怒られると思うんですけど、うん、あ、でもまあもうあと何年だもんな。そうですね、今3年生なので、あと1年半ぐらいあります。あ、そうかそうか、まあ、まあまあ出てた方がいいかもね。卒業しときね、やっぱ。わかりました。
と地道に、まあ、とりあえずアクション起こしてるのすごいね。あ、ありがとうございます。学生金融化ってやつだよね。いや本当にでも貴重なお時間をこんな、あの、なんていうか、対談させていただいて、もう本当にありがたいです。これまたいろいろ今から切ったり貼ったりするの。そうですね、うん、自分の恥ずかしいところ言うときの。わかりました。今後ともよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、すいません、はい、ということで、はい、今日の動画終わりです。チャンネル登録お願いします。じゃあな、じゃあな、じゃあな、最後の挨拶、最後の挨拶、もう一回、じゃあな。